할렐루야. 할렐루야. 네. 하이. 아버지 하나님의 주신 父なる 은혜를 神様が선포하면서 くださる恵みをしたっ오늘도 て、행복한 今日마음으로 も幸즐겁게 せな그 心기で대하는 마음으로 楽し예배를 く드리고 期待우리して過ごしたと思찬양을い통まへす。찬양을それで통해ここ주시는まで来られたと思いま은혜를 す。우리가 찬양을 하면서 서로 私たち즐겁게 は賛美행복하게 しな즐겁게 がら하는 것이 아니라 楽しく찬양은 아버지 嬉しくなるためではなく、神様に栄光を返して、神様の皆を崇めるためですね。そして、私たちを救ってくださった、その尊い血で、清くなるために、神様に捧げる告白だと思います。そのような心で、この時間、心を尽くして、思いを尽くして、準備したと思います。綺麗な姿で、かっこよく準備されました。神様を崇めようとする私たちの心と表現です。私たちの心と賛美をお受けになり、大きい祝福と応えをくださると信じます。私は今日は特別ダニエル手帳祈祷会ですが、祈る時間はあまりありませんが、賛美はメロディーのある祈りですね。ですから歌詞の一つ一つに心込めて賛美すれば、それが神様に捧げる祈りとなると信じます。賛美を始める前、私がまず祈ってから始めましょう。お祈りいたします。素晴らしい父なる神様、賛美をお受けになるのにふさわしい神様、その皆をこの時間、私たちが褒めたたえます。私たちを救ってくださったイエス・キリスト、その尊い血の力を私たちの心を尽くして賛美いたします。そのために集まりました。私たちの賛美を喜んでお受けになり、喜んで慰めて返させてください。もしかして心の中で疲れたところや辛い心があるでしょうか。悲しみと苦しみがあるでしょうか。主の愛で賛美しているうちに慰めてくださり、新しい力を与えてください。また天国への希望があふれるようにしてくださり、神様の愛の御声を聞けるようにしてください。父なる神様の御前に賛美を持って栄光を返します。その栄誉を述べ伝えます。私たちに触れてくださり、私はあなた方の父だ、私はあなた方を守るものだ、心配しないで、悩まないで、圧倒的に勝利しなさいと言ってくださっています。この賛美の時間、私たちは神様にメロディーのある祈りを捧げます。そして神様は私たちに聖霊に満たされるようにしてくださり、また強くしてくださる時間になりたいと思います。父なる神様、栄光をお受けください。またこの教会と私たちが祈って求めている祈祷課題を神様は知っておられます。私たちの賛美を喜んでお受けになり、大きくて驚くべき祝福と答えを与えてください。賛美をお受けになるのにふさわしい神様、そして天地万物の主人であり支配者である神様、主を褒めたたえます。喜んでお受けください。敵である悪魔サタンの陣は打ち砕いてくださり、ただ真実と善だけが勝利して栄光を返すようにしてください。父なる神様は働いてくださいます。そして成し遂げてくださいます。神様の御業がこの賛美を通して速やかになりますように、完全になりますように、私たちを喜ばれ、神様が応えてくださるその祝福が大きくなりますように、速やかになりますように。何より私たちがとても愛してお会いしたい牧者を慰めてくださり、新しい力を加えてください。私たちの賛美を喜んでお受けください。この教会を通して栄光をお受けになりたいと思っている神様の御心が成し遂げられますように、聖潔の福音を持って全世界に出ていて、神様に栄光を返すようにしてください。この時間、私たちの賛美と心の香りをお受けください。栄光をお受けください。感謝します。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。賛美をお受けになるのにふさわしい神様、すべての感謝と栄光を返しいたします。驚くべき祝福と大きい愛を答えとしてください。主の尊い血の力を褒めたたえます。三日三唱歌214番です。
합시다. 恵みと力を備えたたえます。恵みと力を備えておられる神様、私たちの賛美を大きくください。十字架、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 十字
私たちの助けをしてくださることを信じます。私たちを清めてくださる主の御霊を褒めたたえます。눈보다 더 기게 하셨네。 主のたっと一の力を信じていますか？主のたっと一は私たちを清くしてくださいます。そして私たちの病気も治してくださいます。その主の驚くべき力を賛美いたします。韓日三唱歌 202番です。 정력은 이 길이
어떤 능력이 필요하십니까? 주노 다스도이츠노 치카라오 신지마스카 기오메테 쿠다사이마스 이야시테 쿠다사이마스 가이사세테 쿠다사이마스 소노 치카라오 신지마스 할렐루야 주노 닷도이츠노 치카라가 와타시타치 아타라시쿠 시테 쿠다사이마스 이야시테 기요메테 쿠다사이마스 소노 치카라와 아타라시 예루살렘에 미츠리테 쿠다사루 코토 오 신지마스 칸리치 산시오카 453번 453번 데스 皆さんの牧者になってくださいます。その御声に従って私たちは平安です。
거친 비바람 삼지 못하리. 나의 주 主は私たちの羊飼いになってくださいます。私たちはただ従っていく羊になりましょう。大変なことがあっても主だけに目を向けて神様に頼れば力をくださることを感じます。そして神様に導かれ、試練が終わった後さらに大きい心にしてくださることを信じます。 神様がくださる栄光の時に祝福の主人公になることを信じるので、今日も主に従っていきます。辛いことがあっても大変なことがあっても、私たちを美しくしてくださる神様の御手を信じて、その御手に委ねましょう。口で笛を言わないで、ただ聞き従って喜んでいく時、 主人である神様が私たちを美しくしてくださるのです。私たちを救われた方、私たちを導かれる素晴らしい神様の御手を褒めたたえます。 神様、あなた作られた。あなた一番知っておられ。神様、あなた作られた。あなた一番分かってくれる。 神様、あなたを守る。あなた絶対諦めない。神様、あなたを守る。休まず見守られる。 その思い数知れず、哀れみは尽きない。誠は日々に新た。その愛果てがない。 神様、あなたを望む。この世にいる誰よりも神様、あなたを望む。
共にいたいと望んでおられる。神様、あなた導く。荒野でも嵐でも、神様、あなた導く。緑の牧場に導かれる。その思い数知れず、憐れみは尽きない。誠は日々に新た。その愛果てがない。父なる神様は変わることなく皆さんを見守っておられます。皆さんの声を聞いておられます。その神様の顔を思ってみてください。私はあなたを愛している。私はあなたを作った。私は全知全能の神だ。私を信じて、私に頼ってと言われる御声に耳を傾けましょう。私はあなたを守る方、全知全能の神である。私について来なさい。私に従うとき、私はあなたを強くする、力を与える。父なる神様、私に知恵が足りないのです。私に力が必要です。父なる神様、愛が必要です。という私たちの告白を聞いて、その必要を満たしてくださる神様、今私たちの賛美を聞いて私たちを見守っておられます。皆さんの心に何が必要でしょうか。すべてを満たしてくださる神様が答えてくださいます。
皆さんをご覧になる神様はその道を導いてくださり守ってくださいます。心配しませんように、悩みませんように、私たちを導く、私たちを守る主についていきましょう。先が真っ暗でも私たちを守る偉大なる神様が私たちのお父様になってくださいます。主は道を日々作られる。何もないように思える時でも、主は御手で身元で支え、新しい明日へ主は道を作られる。全知全能の神様が皆さんのお父様になってくださることを信じますか？天地万物を作られた偉大なる神様が私たちを導いてくださることを信じます。ですから私たちは心配も悩みもありません。喜びと感謝を持って信仰によって神様を褒めたたえています。私たちの信仰の告白を喜んで応えて祝福してくださる神様、教会のことや皆さんの個人的なこともその必要を知って満たしてくださる主により頼みます。その神様がおられるので私たちは心強いのです。私たちのすべてを神様に主に委ねます。荒野に道を、砂漠に川を、今日も作られる。新しい明日へ主は道を作られる。地が滅び失せても主の御言葉は滅びず、荒野に道を、砂漠に川を、今日も作られる。心配しませんように、私たちの道を作ってくださり、私たちを導いてくださる神様、主
主に期待を置きましょう。新しい明日へ、主は道を作られる。私たちの祈りと答えに、祈りと求めに応えてくださる神様、私たちに慰みが必要です、知恵が必要です、信仰が必要ですと、力が必要です。皆さんの必要を神様にこの時間告白して求めましょう。そうすると神様は答えてくださいます。答えてくださり、祝福してくださる全知全能の神様、私たちの父なる神様に皆さんの心の願いを求めましょう。성도님들의 마음에 소원하고 바라는 바 응답으로 축복으로 함께하여 주옵소서. 아버지가 기뻐하시는 우리 모두가 되길 원하옵나니, 변화되고자 하는 성도들에게 변화의 안의 능력을 주옵시고, 아버지 새로워지고자 하는 이들에게 이 시간도 새 힘을 주옵소서. 아버지가 기뻐하시는 우리의 영혼으로 더 아름답게 나아질 수 있도록 이 시간 축복하여 주옵소서. 아버지 힘이 필요합니까? 능력이 필요합니까? 이 시간 주의 능력으로 우리를 새롭게 하여 주옵소서. 아버지 우리 성도님들의 물질의 축복이 필요합니까? 마음에 쏜 기도와 간구마다 응답하시고 축복하여 주옵소서. 아버지의 기뻐하시는 우리의 모습으로 마음으로 온전히 나아지길 원하옵나니, 주의 능력으로 은혜로 이 시간도 함께하여 주옵소서. 새 힘으로 함께하여 주옵소서. 은혜와 능력을 더하여 주셔서 우리 힘으로 하니 되어질 때 아버지는 내가 하겠다 말씀하십니다. 나를 의지하라 하십니다. 이 시간 우리 성도들이 오직 주를 의지하며 주를 바라며 나아가 이 시간 승리하게 하시며, 아버지의 인도하심에 따라 넉넉히 연단의 때를 이기며 영광의 도구로 아버지의 주실 축복의 주인공들로 모두가 나오게 하옵소서. 믿음 없는 이에게 믿음 주옵소서. 천국 소망 없는 이에게 소망 주옵소서. 연약한마다 치유하여 주옵소서. 그리하고 좋으신 아버지 하나님의 그 사랑 속에 우리 모두가 온전히 깃들게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 오늘 이따시마스. 아멘. 우리의 힘과 능력되신 주님을 찬양합니다. 간 지산쇼가 488번 488번 です。 手に姿って美しい天国まで行きましょう。牧者の手をぎゅっと握って一緒に行きましょう。
日も明るい我が家、日よりも明るい我が家、日よりも明るい我が家、空の向こう美しい天国です。十字架、十字架、我が力、十字架、十字架、我が力、十字架、十字架、我が力、グローリーハレルヤ。主イエスを、主イエスを信じて、主イエスを、主イエスを信じて、主イエスを、主イエスを信じて、救われよ。十字架、十字架、我が力、十字架、十字架、我が力、十字架、十字架、我が力、グローリーハレルヤ。来られるその日、私たちの名前を呼びながら来られるその日、私たちは主の花嫁として立つようになるでしょう。その日まで熱く走っていきます。私たちの主が備えてくださった天国、新しいエルサレムまで行きましょう。父の家には住まいが多い。
父の家には住まいが多い。天国へ行って場所を備えよう。私と共にいるよう。場所を備えたらまた来よう。場所を備えたらまた来よう。私が道真理命なので、 私と共にいるよう。私が道真理命なので、私と共にいるのだ。真理があなた自由に。世が紅い平安与えよう。私と共にいるのだ。私があなた選び愛したのだ。父の家には住まいが多い。 주고시만네 저 천국 올라가네 저소 예비하리라 저 천국에 너 함께 있으리 내 처소 예비하고 곧 다시 오리라 내 처소 예비하고 곧 다시 오리라 난 길이요 진리요 생명이니 나를 따르라 저 천국에 너 함께 있으리 저 천국에 저 천국에 저 천국에 너 함께 있으리 私が あなたを選び愛したのだ。 この辛い世で変わらぬ事実。 私と共にいるのだ。 天の父のもともう帰る時。 私愛したように互いに愛せ。私と共にいるのだ。저천국에너함께있으리저진리가널자유케하리세상이줄수없는변화내게주노라저천국에너함께있으리저천국에 할렐루야 美しい天国に行くまで私たちを強くしてくださる主の手を握って熱く走っていきましょう。 만민賛美 228番 228番です。 温かい愛 主がくださる恵み、牧者の祈りと愛、私たちは忘れません。
힘차게 기쁨 행복이 넘치는 그곳으로 달려가요. 다시 예루살렘을 맞해 힘차게 달려가요. 아름다운 무지개, 아름다운 무지개. 만민삼비 171번 171번 です. ここは 아타라시 예루살렘. 여기는 새 예루살렘. 아버지의 마음이 가득 실어 있는 곳, 눈부시게 아름다운 나비들이 살랑살랑 향기로운 꽃들 안들안들 우리의 마음의 기쁨 마음껏 올려드려요. 징그러운 나무 가득가득 맑고 푸른 생명수 반짝반짝 우리의 마음의 기쁨을 마음껏 올려드려요. 눈부시게 올려드려요. 징그러운 나무 가득가득 맑고 푸른 생명수 반짝반짝 우리의 마음의 기쁨을 마음껏 올려드려요. 예쁜 나비들이 살랑살랑 향기로운 꽃들 안들안들 우리의 마음의 기쁨 마음껏 올려드려요. 징그러운 나무 가득가득 맑고 푸른 생명수 반짝반짝 우리의 마음의 기쁨을 마음껏 올려드려요. 눈부시게 아름다운 여기는 여기는 새 예루살렘. 아버지의 마음 가득히 가득히 실어 있는 곳, 아름다운 무지개 세계
新しいエルサレムに必ず行きます。皆さん、私たちの目標は新しいエルサレムです。天国だけではなく新しいエルサレムですが、敵である悪魔サタンはそこに行けないようにあれこれ妨げています。皆さんはどうすべきでしょうか。敵である悪魔サタンの策略を見抜いて、自分にやってくる試練や困難があってもそれを利用して速やかに新しいエルサレムに行きましょう。皆さん、私を見て、この試練の時、私が一生懸命走っているように見えますか？私は今信仰が一番良いと思います。私の人間工作の中で今が一番信仰が立派だと思います。敵である悪魔サタンに勝てる力を神様がくださっています。皆さんもそうできます。試練がやってきて、困難がやってきて、疲れて倒れるのではありません。試練がやってきても、敵である悪魔サタンが攻撃してきても、私を倒そうとしている、私は倒れない、私はこれを逆に利用してジャンプしてもっと速く走っていこうと思いましょう。皆さん、そのようにして速やかに新しいエルサレムに行きましょう。この時間が祝福であることを信じます。私たちはとても安全で平安でした。愛する道会長先生の教えと力と愛が共にあって、とても平安でした。安全でした。しかし、今しばらくは一人でいるようですか？しかし神様は見守っておられます。今も私たちのために祈っておられる主が強くしておられます。どんなことがあっても、辛くても大変でも、信仰があれば心は平安です。安らぎが来て、私たちはその主を賛美します。韓日参照歌470番です。愛の父なる神様、すべての生徒の皆さんに主の平安をお与えください。天国の安らぎをお与えください。荒い世の中でも、波風がやってきても、圧倒的に勝利できる力と平安をください。
私たちの魂は主によって安らぎを得ます。誠の平安をくださる主により頼みます。ただ主を待ち望みます。私たちの力と救いになる勝利を与えてくださる神様を褒めたたえます。見よ、恐れてはならない。見よ、導いた私よ。見よ、疲れてはならない。見よ、救った私よ。あなた撃ってた敵はどこに、抑えてた敵どこにいる。見よ、神の救い。見よ、神の力。あなたのため戦おう。主の見て見よ。見よ、神の救い。見よ、神の力。あなたのために戦おう。主の見て見よ。私たちの力、私たちの救い、私たちの見て味方である主を褒めたたえます。
なる神様は万民の導いてくださる方です。この教会を建てて導く私たちの神様です。栄光をお受けください。もし私たちが主の御心にかなえば、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださるだろう。あの地には血と蜜とが流れている。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし主は私たちと共におられるのだ。賛美の香り53番です。主が進んでくる。ラッパの音、シオンに響かす聖なる城。ラッパの音、シオンに、さあ響け。ラッパの音、シオンに響かす聖なる城。ラッパの音、シオンに。
さあ響け城壁へと進め主が我ら隊長だ城壁へと進め主が我ら隊長だ主の命令だ強い兵士たち主の命令だ強い兵士たち高生部の皆さん、主の強い兵士たちを暗い夜に打ち勝っていきましょう。答え万民に響かす聖なる城答え万民にさあ響け祝福万民に響かす聖なる城祝福万民にさあ響け私たちに勝利をくださり栄光で報いてくださる主の皆を褒めたたえます。主の皆力ある信じるその皆イエスの皆呼ぶと命を得た悪魔は離れ囚人自由に全ての名より高い皆主イエス主の皆力ある剣のよう イエスの皆叫び起きて進め敵は主の前に倒れ離れる全ての名より高い皆主イエス主の皆の力を権威を信じます。
만민 賛美 122番 122番 です。神の力この力は神様のものです。神様が生きておられる証拠です。変わることなくこの教会で驚くべき大きい神の力を表してくださり、神様が生きておられることを明かしてくださり感謝します。万民を通して立てた牧者を通して大きくて驚くべき神の力を全世界に伝えられ、神の栄光が現れますように。神の力で支えてくださる神様が私たちと共におられます。神の力で世界を変えて、私たちの魂と霊を新しくしてください。万民賛美229番、229番です。神の力で驚くべき神の力が皆さんを変えさせて、新しいエルサレムへ導いておられます。いつも変わらない愛で力で共におられる神様、主、感謝します。
賛美 240番 240番です。神の力の働き、驚くべき神の力が神様の栄光を表します。万民を通して、牧者を通して、大きくて驚くべき神の力を表して栄光をお受けください。父なる神様がこの驚くべき力で、その威厳とその栄光を、また全知全能なることを表してくださっています。罪と悪がはびこっているこの世の中で、暗闇の中で、誰がこの神の力の働きの主人公になるでしょうか。力を体験できなかった人はできないと思います。神の力という意味も知らないでしょう。私たちはこの神の力を体験しました。その主人公です。神の力は万民と共に変わることなく現れています。
またこの後はさらに大きくて驚くべき神の力が共にいるでしょう。栄光をお受けください。万民を選び私たちを守ってくださり、私たちを通して栄光をお受けになる神様、主の皆を褒めたたえます。私たちは今日そのように賛美しましたね。皆さん、この神の力は神様を見ているようなものです。父なる神様がこの地上にその御足を踏んで、私たちにそのご自分の姿を見せることはできないので、力を見せてくださって、私はこの世に生きておられる、私は全知全能の方だ、私を信じなさいと人にはできない不思議と印を施してくださっているのです。聖書を通して、そして預言者とメッセンジャーを通して、御言葉だけでなく、この神の力ある技によって、印と不思議によって神様は物語っておられます。神の力がなければどうして人の子らが神の栄光を見るようになるでしょうか。どうして神様が全知全能な方であることを信じるでしょうか。この教会では昨日も今日も明日も変わることなく、立てた牧者を通して限りない果てのない神の力を見せてくださいました。道会所先生はその神の力を持って神様を教えました、伝えました、証ししました。主は私たちの救い主であることを伝えました。私も道会所先生の世界選挙に一緒に行きました。同行した時、大胆に道会所先生は生きておられる神様とイエス・キリストの皆を伝えました。メッセージの後、祈ると多くの人が癒され答えられます。それが私が伝えたこの御言葉が証しされることですと大胆に伝えてくださいました。ヒンズー教の国に行っても同じように大胆に伝えたし、イスラム教の国に行ってもそうでした。ですから誰も法が妨げようとしても、人々がそしろうとしても、その神の力技の前で多くの人がひざまずき、主に栄光を返し、回収しました。道会所先生は神の力を表して、自分が栄光を受けようとしたことはありません。自分が救い主だと言ったことは一度もありません。ただ、主が救い主であり、神様だけが私たちを作ってくださった創造主であることを伝えてくださいました。そして道会所先生は、聖霊の驚くべき力を変わることなく表してくださって、神様の栄光と生きておられることを昨日も今日も確かなものとして表しているのです。そして今もこの教会でその神の力は変わることなく表されています。皆さんは万民の聖徒で牧者の羊の群れであることがどれほど誇らしいことでしょうか。この世でどこでこのような神の力の御業を見ることができるでしょうか。私たちはいくら探してみても見つけられないと思います。驚くべき大きい神の力が、神様が生きておられる証拠です。私たちはこのように変わらない信仰を持って神様の御心を求めていけば、その栄光を見るようになるでしょう。私は金曜日メールをもらいました。緊急祈りの依頼ですと、手術皆さんに証しをした内容ですが、北朝鮮と韓国の近くに山火事が起きて、この教会の兄弟がそこに軍人として働いていたのですが、山火事が移り燃えていたのです。それで鎮圧しようといろいろしていたのですが、できなかったのです。それで自分のそのリードしている軍人たちもみんな恐れていると、それをその日がやむようにと私の方に祈りの依頼が来て、私はちょっと戸惑いました。私は一度もそのような祈りをしたことがないから。しかし道会の先生は何度もそのようなことがあったので、私たちはそれを覚えてちょっと緊張はしましたけれども、神様、この祈り私にできるでしょうかと。しかしその兄弟は職業軍人であり、万民の聖徒であり、信仰がある人だから、そして信じて私に祈りの依頼をしてきたので、私は神様の前に
祈りました。切に祈りました。神様は風の方向を変えてくださるか、その兄弟がいるところに被害が当たらないようにしてくださいと、その写真の上に手を置いて祈りました。それが金曜日夕方7時ぐらいでしたが、メールをもらった姉妹がこう伝えました。先生、これを確認すれば、確認したと教えてくださいと。つまり、私が祈った後教えてくださいという意味でしたね。私が祈った後何も起こらなければ恥ずかしいことでしょう。しかし私はそれを確認しなかったと言えないし、私は山火事のために祈ったことはありませんが、神様に頼って、また牧者の生徒だから神様を覚えてください。そして牧者が前このような働きをしました。道会先生がおられない時も神様がそれを覚えて、私もそれに頼って神様に祈ります、祈りますので神様働いてくださいと祈りました。そして金曜徹夜が終わって来たら、先生、大きい山火事だったのですが、今それが消えたそうですという報告がありました。私は本当に喜んでいました。私も訓練でした。私の経験がなかったのですが、でも神様がこのようなことを経験させてくださるのですね。それで祈りをして、また答えていただくことを体験したのです。道会所先生がそうなさったことを覚えて、それを握って私は神様に祈ったのですね。それで喜んで証が来ていました。大きい火事は、収まりましたが、まだ残っているものがあると思いますね。それでその残っている小さい火が残っていると、それが大きく映ることもありますので、もう一度祈ってくださいと言われて、それでもう一度祈りました。それで完全にその山火事が消えて収まったと写真を送ってくれましたね。このように偉大なる神様です。このような働き、万民の働きです。神様はどれほど素晴らしい方でしょうか。誰がこのような信仰を持って大胆に祈りの依頼ができるでしょうか。誰が神の力に頼ってこう祈れるでしょうか。私はこの証は しようとしませんでした。国の軍隊のことですし、また法案のものもありますが、でも世の人はこのようなことを信じるでしょうか。しかし私はその時本当に神様に祈って答えていただいて、確信して感謝でした。しかし証をしても世の人々はいろいろ言いかかりをつけようかもしれないんですが、でも教区長先生がこれは証ししてくださいと、このように切に願って証しをしました。これは神様の働きです。人にはできないことです。神様がなさることです。私は道具として用いられただけです。切に祈っただけです。そう祈れたのも道会所先生に現れた神の力と印と不思議を見てきたから。もし私がそれを見たことがないなら、経験がないなら、大胆に祈れなかったでしょう。しかしそのような経験があるから、大胆に神様に祈り、それで神様が答えてくださいました。それで私もそれによってもっと強くなりました。訓練を受けるようになったのです。皆さん、ですからこのようなことがあれば勝利しましょう。そうすると自分の信仰も成長すると思います。そのような信仰によって私たちはこのような時間を乗り越えていくと思います。主が私たちの戦争で戦いで私たちのために戦ってくださり、勝利をくださると信じます。そのような父なる神様にこの時間一緒に祈りましょう。神様、この教会の祈祷課題を知っておられますね。神様、答えてください。働いてください。祝福してくださいと祈りましょう。私たちが切に祈っても神様の時はあります。でも神様のに御手に全て委ねますけれども、でももっとさらに大きい祝福をくださいと教会のために祈りましょう。
아버지의 기뻐하시고 원하시는 뜻들이 이 재단을 통해 세우신 목자님을 통해 만민을 통해 이루어지고 있나이다. 누가 있어 아버지의 살아계심을 이와 같은 권능으로 세상 위에 보이리요. 세상에 많은 사람과 많은 교회가 있고 주를 믿노라 고백하며 주를 부르며 찬양한다 할지라도 이런 위대하신 아버지 하나님을 체험하고 만나는 이들이 어디 있다 말하리요. 아버지요, 이제 이 재단을 통하여 아버지의 뜻이 드러나고 아버지 영광이 나타나는데 아버지의 그 놀라운 역사들로 펼치시옵소서. 주여, 우리 기도하며 간구하는 바 세우신 목자님, 이제까지 오직 아버지 하나님의 살아계심을 한이 없고 끝이 없는 권능으로 나타내 보이셨습니다. 원수만 사단은 이와 같은 것들을 회방하기 위해 많은 시험 환난과 어려움과 문제들을 가져다 주려 했지만 아버지는 분명 응답하시고 역사하여 주시고 영광 받으셨습니다. 지금도 그리합니다. 원수만 사단이 얼마나 이 재단이 싫겠는지요. 하나님의 영광을 드러내고 성도들이 성결을 향해 달려 가고 세를 삶을 향해 달려가니 얼마나 이 모든 것들이 싫겠는지요. 하지만 아버지는 기뻐하시고 즐거워하시고 우리를 통해 영광 받으시고 우리를 통해 세율 삶을 채우시고 우리를 통해 아버지의 크신 영광을 온 세상 위에 나타내시나이다. 그러기 위해 받는 지금의 연단도 우리는 믿음으로 승리할 것이니 역사하여 주옵소서. 영광 영광으로 받으옵소서. 아버지의 크고 놀라운 일들을 마음껏 드러내시고 나타내시며 축복하여 주옵소서. 우리의 바라는 소원 아버지가 아시나이다. 응답하여 주시되 가장 합당한 때 풍성한 영광으로 나타내 주옵시고 이제 목자의 권능은 더 크고 놀라워져 재창조의 권능의 완성으로 온 세상이 깜짝 놀랄 이와 같은 권능의 역사들로 펼치실 것이옵나니 아버지의 계획하시고 뜻하신 바를 이루옵소서. 또한 우리 모든 성도님들도 지금 믿음으로 행하여서 아버지 하나님께서 나를 통해 영광을 나타내시고 나를 통해 능력과 권능과 아버지의 살아계심을 드러내실 수 있도록 우리 모두가 더 믿음으로 행군할 수 있는 만민의 성도님들로 축복하여 주옵소서. 우리의 찬양을 받으시고 우리의 기도를 받으시며 우리의 마음의 소원을 응답하신 아버지요, 만민을 통해 크신 영광 영광 받으시고 아버지의 계획하심을 나타내 주옵소서. 축복하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 천안 만민 교회의 성도들 여러분도 来ているようですね. その他にも 교회から 来られた方々 이름은 전부 挙げられませんが 生徒の皆さん 帰る道も気をつけてお帰りください. ありがとうございました. 来てくださって そして市教会で また市政殿で 一緒に GCN で インターネットで 参加している方々 ありがとうございました. 大きい恵みが望みますように また全世界で GCN放送や YouTube や Facebook を通して 参加している皆さん ありがとうございました. 大きい祝福がありますように 献金のために祈ります. 今日は早く終わります。皆さん帰る道また互いに家族で幸せと証しを分かち合いますように。涙の中おらる主愛の主それは命与える救いの主。